こんにちは。一級建築士、インテリアコーディネーター、宅建士の金黒です。宮城県にある東北電力女川原子力発電所2号機について、重大な事故が起きた場合に備えて自治体が作成した避難計画は不備があるとして、周辺の住民が運転の差し止めを求めた裁判で、仙台地方裁判所は避難計画に実効性がないという主張だけでは、運転の差し止めを求めることはできないという判断を示し、住民側の訴えを退けました。裁判官の判決内容から感じた原子力発電の問題の難しさをご紹介します。このチャンネルでは住まいづくりにお役に立つ情報をこれからもバンバン配信していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。来年2月に再稼働が計画されている東北電力女川原発2号機について、周辺の宮城県石巻市の住民17人は、重大な事故が起きた場合に備えて市が作成し、県が関与する避難計画は不備があり、実効性がないと主張して、運転の差し止めを求める訴えを仙台地方裁判所に起こしていました。この裁判では住民である原告側が避難計画の不備に問題を絞って運転の差し止めを求めていました。そして今日5月24日の判決で仙台地方裁判所の斉藤裁判長は、原告側が放射性物質が異常に放出される事故が発生する具体的な危険があることについて主張や立証をしておらず、事故が起こる危険性を前提とすることはできないとし、その上で避難計画に不備があるという主張だけでは、裁判で原発の運転の差し止めを求めることはできないという判断を示し、住民側の訴えを退けました。素人である住民が事故を発生する具体的な危険があることについて、主張や立証することはできるのかと思いました。今回の裁判の判決を聞いて、手術を失敗した時の医療事故の裁判に似てると感じました。資料を開示する側で何とでも調整でき、素人が専門性を立証するのは難しく、また科学技術の専門家でない裁判官が裁けるのかということも感じます。今回は危険があることについて主張や立証を住民が行っていないので、危険かもしれないというだけでは原子力発電の運転を差し止めることはできないということでした。もう少しシンプルに、事故に対する予防と計画の実行という観点で考えると、事故が起きる危険を立証しない限り計画の実行をしても良いという考え方で本当に良いのかというふうに感じます。最近ですと、新型コロナワクチンの接種はワクチンに対する安全性に対して十分な検証がされないまま、感染拡大が最優先でワクチン接種の計画の実行が優先されました。普通の薬であれば安全性の検証に年月がかかるところ、異例の速さで接種が決まりました。ワクチンの接種に対して年齢や体質や他の病気との関連などは十分に検討がされたのかという疑問がありますが、感染拡大が優先されて国からもワクチン接種を推奨していました。私の知り合いでも数人、ワクチンの接種を拒み続けた人がいますが、原子力発電所の再稼働は、住民は原子力発電の再稼働を拒んでも再稼働されることになります。原子力発電で万が一事故が起きた時の避難計画と再稼働の関係では、事故の危険性の可能性を立証しない限りは再稼働の計画は実行されます。私は現在、一定の金額以上だと一定の資格を有する管理技術者が義務付けられている大きめの建築現場で、管理技術者という立場で仕事をしています。建築現場でも時々事故が起こってしまいますが、おかげさまで今のところ私の担当物件で事故は起こっていません。工事の仮設計画や作業前のラジオ体操や日々の危険予知活動や安全衛生委員会など、万一の事故に対して予防しても万全ではなく、事故が起こってしまうことも考えられます。管理技術者が必要な大きな建築現場の場合は、万一の事故に備えて対応できるように
私のような管理技術者が現場に常駐したり、緊急病院の掲示や近くの消防署の掲示や、現場に入る職人さんの家族の緊急連絡先や持病について管理しています。職人さんからしたらこと細かく注意されるのは鬱陶しいだろうなと思いながらも、万一の事故を起こさないようにすることと、万一事故が起きた場合の時の対応は全ての工事の実行に優先されると思っています。安全が最優先での工事が求められます。原子力発電所の稼働で万一事故が起こってしまうと、工事現場に比べて広い範囲で多数の人間が犠牲になってしまいます。裁判所として住民に原子力発電の再稼働に対して具体的な危険があることについて主張や立証しない限り再稼働を認める判決となりましたが、実際に福島第一原発で事故が起こったり、様々なところで原子力発電の点検の不正問題などが起こっていることを考えると、人間の行動は完全ではなく、時として過去の事例以外の人的ミスで想定外の事故を起こしたり、想定を超える自然災害で事故が起きたり、様々な偶然の重なりで事故が起こることが考えられます。せめても避難計画を完全にすべきではないかとどうしても感じてしまいます。現に女川原発でも昨年12月に女川原発2号機のテロ対策施設特定重大事故等対象施設の審査資料、写真の添付ミスなどで再稼働に関する資料に9件のミスがあった問題や、2021年10月に同僚の ID カードを使い身分証明が必要となる区間を通過した問題が女川原発で発生しています。テロが発生したら重大事故につながってしまいます。建築現場では大きな事故は些細なミスからつながってしまいますが、原子力発電でも同様ではないかと感じてしまいます。宮城県は女川原発で使用する核燃料の価格に応じ核燃料税を東北電力に課税していて、今年度はおおよそ1億8000万円を徴収し、原発が立地する女川町と石巻市に1割のおおよそ1800万円ずつ交付しています。この交付金について東松島市や登米市など原発から30キロ圏内の5つの市と町にも交付金の交付対象を拡大するように、昨年12月に東松島市などが宮城県に要望していました。東松島市の市長は避難訓練等市民の皆さんに協力を求めて進めているが、それらについても一定の経費がかかると交付金の対象拡大を要望したのに対し、県の担当者は県の財政需要は大きく税収は限られているなどとして、交付の対象は拡大しない考えを示しています。来年2月に原発の再稼働が計画されていることに対し、仙台地方裁判所は避難計画に実効性がないという主張だけでは運転の差し止めを求めることはできないという判断を示したことに対し、裁判を起こした原告団の団長が取材に応じ、避難計画を是正する必要があるということぐらいは裁判所に期待していたが、それすら認められなかった。福島の悲劇を繰り返さないため司法に期待していただけに非常に残念だ。これで諦めるわけにはいかず、原発の具体的な危険性を立証することを含め、引き続き皆さんと力を合わせてやっていきたいと話していました。放射性物質が異常に放出される事故が発生する具体的な危険があることについての立証はかなり難しいと思われます。全く事故を起こす可能性がないのであれば、原子力発電所の建設は多くの電気を使用する都市部に建設するのが、送電をする際のロスが少なく資源を有効活用できるはずですが、原子力発電所は必ず人口が少ないところで建設されます。仙台市内に火力発電所はあるけど原子力発電所はありません。東京湾にも複数の火力発電所はありますが原子力発電所はありません。大手電力会社としても都市部に原子力発電所がないのは完璧な安全対策が難しいことを分かっているのではないかと勘ぐってしまいます。このような感じでこのチャンネルでは
住まい作りにお役に立つ情報をこれからもバンバン配信していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。